久,保さん久住さんのセミナー行ってたんですね。え。まあ、そこ入ってたらね、100%今ないでしょうね。多分100%ないと思いますね。多分ね、まあ、久保さんとの一番の出会いはあの山口陸でね。山口陸はもう100%、あれ思い出、まあ、だから山にしましょうか。山。や山ってやってないよな、多分山やってるか。山っていう感じやってないような気がするんだけど。 やってますね、山,山やってるな。陸にしましょうか、じゃあ。山口陸の陸に。陸で行きましょう。山口陸の陸で。あの、今まで僕は、あの、なんだろうな。あの上から降ってきた人だったりとか、まあ、まあ、ほとんど、その、なんだ、案件をね、降ってきて、で、それを回すっていうね、えー、やってたんですけど、山口さんはね、あの僕が全てやったんですよ。 まあどういうことかっていうと、なんかね、ダイレクトメールが来てたんですよ、会社に。で、僕がメールチェックしてたんですけど、でたまたまそのダイレクトメール見て、なんかその電子書籍で、アプリでどうのこうのみたいな、ちょっとお話き聞いてくれませんかみたいな DM が来てで、で、なんかこれ面白そうだなって、アプリか、みたいなね。いや話いいですよってって、で、事務所に来てもらって。 まあその営業されたんですよね。山木さんから。で、営業されて営業会社をして。それは面白いんで、一緒にやりましょうよ、つって。<laughs> まあ、そのねあなたの、あなたから商品は買わないけど、その今やってることは面白いんで、あのセミナーとかやりましょう、つってね。どうすかみたいな。そっからですからね。だから、あの僕がメールたまたま見て、会って、で、オファーかけて。で、そっからなんですけど、でそっからプロモーションして、うん うん最初セミナーやってねそう。だから山口さんが最初び,び,び,びっくりしたのが、あの、まあ、とりあえずセミナーやりましょうっつって、いまだに覚えてますけど、初セミナーですね。14,800円ぐらいでやったんですよ。で、14,800円ぐらいでやって、で、30人ぐらい来たんですね。なんで、売上としては30人で14,800円だから、まあ、40万か50万ぐらいですか ?40 万。 で上がって、プラス、そのセミナーでね、バックエンドは20万の合宿を打って、それが5、6人か7人か決まって、それが確か20万だったと思うんで、7、24だから、まあ約、約200万ぐらい上がったんですよ。で、山口さんがびっくりしてましたね。二百200万みたいですね。<laughs> そう。で、そっから、いろいろとね、あの商品作ったりとか。 いろいろやりましたね本当にいろいろやりましたねで多分まあね接点ができたのは多分久保さんと接点できたのはその山口陸さんの僕がスマホを最速プログラム10時間なんちゃらっていうレターを見て買っていただいてそこから顧客になってそこからいろんなセールスが飛んでみたいな話だと思うんですけど <laughs> うん。 だ多分く、多分、入り口は山口陸だったような気がするんですけどね。うん。そ,うその後あのヒルズの方だと思うんですよね。うん。ういや、あれはね、すごい思い出ですね。なんか、全部自分でね、その、プロデュースして、もう100%自分で、こう。 思い通りにやって売り上げ作ってっていうので多分山口陸さんの商品でトータルトータルで多分関わって6 1億は言ってないと思うんですけど6000万か7000万ぐらいは作ったと思いますねいっぱいいろいろ売ってトータルで6000万ぐらいは売ったんじゃないかなっていういろいろやってましたからねそうだからなんかあのライブ放送もね朝5時までやるみたいなね で朝5時までやるっていうのは定番になってその後20時間ライブやったりとかねなんかいろいろやってましたねうん、なんか僕の色僕の色がめちゃめちゃ入ってたんでそうあれは楽しかったですね、うん、で全国回ったりとかいろいろやったりとかしましたけど楽しかったですねうんまあ久保さんが言う通りねその「老の字が合うってあんまないんですよほんとないですよ ーの字が合うっていうのはね、あんまないですね。うん。明朗のローはね、なかなか一緒の人見かけないですもん、あんまり。やっぱ割合的にはやっぱ太郎のローが多いんじゃないですか多分割合的には。まあ全部調べたわけじゃないですけど、多分多さで言うならば、あっちの太郎のローの方が多いと思いますし、明,の明朗のローはね、少ないんですよね。 ていうか、明朗のロをつけられましたけど、久保さんもね、相当間違えられてきたと思いますけどね、あの、明朗のロをつけられたんだけど、その明朗のローで書かれないっていうね、そう月が書かれ、そう月、ムー、ムーがね、書かれないんですよ。そうそう月、月書かれないんですよね。僕の場合だとはね、古屋さんとかね、吉屋さんとかね、あの吉谷って書いてあるんだけど、一応なんか古屋になる。古い屋になる。古屋っていう、結構古屋になるんですよね。 吉谷とはあんま呼ばれないですね。古アさんとか吉谷さんとか。ううん、だからまあ、あのーまあ、自分でね、人生は変えられるんですけども、方向性はね、やっぱね、変わっちゃうかなっていうのはありますね。まあ、途中から変えることはできるんだけども、まあ、例えばね、前、その僕、テレビで見ててあ、驚愕だったのが、そのなんか、窃盗集団の、ね、家族がいて、 プロのの窃盗集団の家族です、す。そこの家族に生まれると、何をやってるかっていうと、なんかそのイエス・キリストさんのこの十字架のね、あのこうなってるやつあるじゃないですか。で、子供たちに、その、盗むことはいいことだと。で、イエス・キリストさんは、その、なんか、釘でね、この痛い思いして刺されてたけど、それをね、ある人が盗んだと。ね、盗むこ、盗んだことによってイエス・キリストさんは、その痛みから解放されて、えー、あの、 なだからその釘を盗む盗むことはいいことだっていう教育を受けて育つんですよでまあ,あのプロのセット集団にな,るなって,なって、まあ、最終的に捕まるんですけど多分まあそこの家に生まれてたら多分、まあ、それがそうだってなるじゃないですかだって生まれた瞬間から学校にも行かずその教育を受けるわけですから <laughs> それが正しいと思いますよね まあその物心ついておかしいんじゃないかなとは思うかもしれないですけどまあちっちゃい頃からその教育をずっと受けてて学校にも行ってないしずっとそれをやってるわけですからうーん,なんかかんだろうな多分そういう人生になっちゃいますよねうーんだからまあそれを見てねまあ普通のところに生まれてよかったなと思いましたけどねだってそ,そこで生まれたらやっぱ人生やっぱもうある程度ベクトル,ベクトル決まっちゃうんでうーん そうだからやっぱどこ,にどこの家庭にいてるのかとかどこに属してるのかとかうーんす,げえだすげえ結構人生を大きく分けるターニンングポイントかなと思います、ね、でもまあ大人になってね、まあ、子供の時はやっぱ自由聞かないので、まあ、そこはもうしょうがないですよねでも大人になってねある程度判断力が出てきた場合じ自分が芽生えてきた場合今度自分でそのそ所属する場所を選べるわけじゃないですか。 まあリアルで言うならば別に会社もね別に転職を選べるわけじゃないですか国がなんか転職したらダメだよっていう法,法律ないですよねうんまあだからこれあんま言ってないんですけど僕も一回その うーんとね、あのー、まあ、修、大学卒業して、まあ、就職活動ボロボロで一社だけ受かって、その一社受かったのが訪問販売の会社で、その訪問販売のリフォーム会社が半年ぐらいで倒産して、で、その後ニートになったりとかするんですけど、その過程の中で一社ね、実はあの受かったところがあるんですよで。それは板金屋なんですけど、で、僕、板金屋ね、一週間で飛びましたからね。まあ、その板金屋さんにはね、手紙を書いてね、 あのすいませんと給料いらないんでやめさせてくださいっつってねあのまあ社会人的にはよろしくないことかもしれないですけど飛びましたねでなんで飛んだかっていうとあのなんかねまあ僕はそのね右も左もわからない状態で親方みたいなのついて親方の下で働くんですけどまあ下っ端なんでね、まあ、掃除とかはやるの当たり前で、まあ、掃除ばっかやってるんですよねでまあ車の整備とかもねもちろんいあの うん、使わせてもらえないし、とりあえず見てろみたいな話ですよ。だけど、その見てるんだけども、親方の、ね、仕事っぷりを見てると、全然リスペクトできないんですよ。なんか、タバコ吸ってダリーナみたいな感じで仕事してて、なんで、その親方、中卒からその何十年もそこの会社で働いてたんですけど、なんかね、俺、ここで働いたらこうなんのかなっていう、なんか、未来が見えなかったですね。てか、こんな未来になりたくないと思って。 だって20年とか30年そこで働いてね、最終的に行き着いてる親方に行き着いてて、仕事つまんねんなんですよ。仕事つまんねんっつって、タバコ吸ってんで、社長が見張りに来た時だけ仕事するんですよ。仕事してる風なんですよ。まあ僕はもう身近で見てるんで分かるんですけど、それ見てね、なんかここで働き、働いて、働いたら人生なんか終わるなみたいな。だから僕は、あの、そういう損切りしましたね。僕の中では。損切りです。 ソソンキリロスカットでも、あれなかったら、多分、僕の性格上かいろいろ考えたんですよね。やっぱ、ずっと働くと辞めづらくなるし、うーん、まあ、会社的にも痛いじゃないですか、ずっと働いてる、その、なんか、仕事をできるようになって育て上げたのに辞め,る辞められたらね、結構し、めんどくさいですよね。だけど、下っ端でね、もう何も仕事もできない、別に会社の何の影響もない状態の時に辞めた方が、 まあ会社的にもいいんじゃないかなって勝手に思ってね。まああんま良くないんですけどね、飛ぶっていうのは。でも、飛ぶしかなかったんですよ。だって一週間でね、だって一週間前はね、社長にね、頑張りますって面接しに行っててね。で、一週間後辞めますとは、なかなか面と向かって言えないので、飛ぶしかないっていうね。<laughs> でもあれ飛んでなかったらね、僕ね、あれもないですね。今、今の人生ないですね。うーん。でも、 もちろん、そのね、就職、別に次の就職先も決まってるわけじゃないんだけども、うん、まあ結局、その後またニートになるんですけど、<laughs> <laughs> そう、親にも言われましたけどね、うん、なんかいろいろと、そう、実家暮らしだったんで、その時にでもよくな今、今考えるとよ、そんな人生送ってたのによくこういう人生送ってるなと思いますけどね、そう。 うん、でも振り返ると、あの時飛んでなくて板金屋で働いてたら多分、うーん、人生の上限、アッパーは決まっちゃってたのかなとは思いますね。なんか。まあまあまあ、少なくとも今みたいな生活はね、100%してないだろうなっていうのはすごく感じますね。うんそう。だからやっぱどこに、どこを選ぶのか、どこを。 まあその家族はね、選べないんでしょうがないんですよ、そこは。だって生まれ,生まれる場所選べます選べないですよね。そこは仕方ないですそれは変えられないんですよ。だけど、変えられるものも一応あるので、会社も変えられますよね。稼ぎ方も変えられるんで、それは。だそれはあなたが変えるか変えないかは、あなたそれは自由ですよね。でも変えないんだったら変わらないですよ。 変えないんだったらら変わらないでしょ、うん、いろいろありますよ。変えるときにいろいろありますよ。飛ぶときにも,い,もいろいろ思いましたよ。思いましたけども、あこれで人生終わりたくないなってすげえ思いましたからね。あのとき。まあ、あと、東京離れるときも、まあ、なんだ、人生一度だから挑戦しようと思ってね。まあ、いろんな思い、いろんな考えはありましたけどね。社長 ね、そのなんだ板金屋を飛んだ時とその社長を辞める退任する時のその重みは全くちょっと違う部分あるんでまた全然ねしかも十何年働いて下っ端のサポートスタッフから社長まで上がってで会社のことを一番僕は知ってる、まあ、間違いなく僕が一番長いですからでお世話にもなりました社長にもなりました辞めますこれはね重いですよ さすがに <laughs> 1週間働いて飛ぶの時の考える量と圧倒的に量は違いますしいろいろ悩みましたけどでも選択しましたね選びましたね鹿児島をで今が今のその生き方というか今の自由なライフが手に入れたかなっていうところでうんまあ選べますからうんそう でもこれもね、まあまあまあ、まあ、なんか、まあいろいろ考えると運命かなとは思いますね。まあ会、会社の内部事情をそんなには言えないんであれですけども。うーん。だからまあ、久保さんがね、方向性っていうのを言ってましたけども、やっぱ上と僕の考える方向性が徐々にやっぱずれ始めたっていうところがやっぱ大きいですよね。方向性が。特にその、 うーんねえ恵比寿マンションのちっちゃいところから始めてで最終的に2フロアの大きい、まあ、ビルにねこうフロア構えてやってこれからだって言うんだけれどもなんか方向性がねなんかちょっと考え方がかなんかずれ始めてるというかうん僕がこう思ってたね描いてた方向性と上の方向性がやっぱちょっとずれ始めてたっていうのが あったんだよ、ね、うん多分方向性が一緒だったら多分働いてましたねこれは間違いなくこれはもうこれはもう多分間違いないですね方向性が一緒一緒のベクトル向いてたら僕が思う方向性と上が思う方向性が同じベクトル向いてたら多分まあ今でも働いてたでしょうねうんそうだそれもなんか運命運命というかなんか 何なんですかねまあ逆に言うとその方向性が一緒だったらねいまだに東京でガリガリやってると思いますしうんまあそれもなんか僕のこの自由を手に入れた一つのなんか何なんですかね良かったことなのかっていう方向性が違うっていうことはあまり良くないことなんだけども逆を言うと今振り返ってみると方向性が違うからこそ あ違ったからこそ今僕は鹿児島でいてるっていうね、うん、やっぱねあとね鹿児島がほんとでかいんですよ言われたのが別に鹿児島行く必要ねえじゃねえかって言われて別にそのね東京の23区いろいろあるんだから別にそこでもいいやんって言われたんですけどいや鹿児島ですみたいないや鹿児島行きますみたいな <laughs> じゃあ鹿児島行くんだったらじゃ一緒にできないなって言われたんで だ僕としては別にどこでやろうがネットで繋がってるから別にまあね、ズーム会議とかは別にスカイプで会議とかいくらでもできるし別に飛行機で来れるしまあちょっとそう思ってたんですけどねでも鹿児島行くんだったら一緒にはできないなって言われたのでだから鹿児島っていうそのぶっ飛んだねぶっ飛んで離れてたんでうーん だそれがね、埼玉、ちょっと家賃の安いところの埼玉にちょっと引っ越そうと思いますぐらいだったら、多分、続いてたかもしれないですね。うんだなんかね、いろいろ重な,重なりましたよね、いろいろが。なんか、運命なのか宿命なのかわかんないですけど。いってらっしゃい。